佐々木希は木下ゆきなを怯えさせた二人とも元ヤンで知られているが、モデル雑誌ティンキーで共演した佐々木と木下では佐々木の方が先輩で、本来であれば木下から挨拶しなければいけないが、初対面前、秋田だかなんだ知らないけど、ここは東京だよ、東京に来たからには東京の流儀に従ってもらう、まあちょっと締めてやるか、最初が肝心だからな、と木下は意気込んでおり、初対面の引き木下が佐々木にメンチを切ったところ、佐々木は全く動じることなく木下の目をじっと見つめた。微動だにしない佐々木に対し、木下ゆきなです、よろしくお願いします、ぜひ